はい、皆さんこんにちは。りなでーす。たかです。エッティブロークでーす。今日は久しぶりにドイツの朝ごはんを食べたいと思います。ドイツの朝ごはんといえば皆さんが知ってるかもしれないけど、白ソーセージです。白ソーセージと白ビールです。とプレッツェル。とパンです。といろいろ。ハム、チーズ、いろいろあります。それは今から買いに行きます。まずは、レナさんの、うわ、眩しい。まずは近くのスーパーに食材を調達しに行きたいと思います。はい、やってきました。レナさんのお家から徒歩数分のエデカシュピットスーパーマーケットです。今日めっちゃ人が多い。休み明けで3日間閉まってたからみんな今日買い物する。みんな食材が家になくて調達しに来てますね。そう、ソーセージとかハムがめちゃめちゃ種類があるんだけど、ちょっと選んで買って、あとは白ソーセージも今日食べるから、それは朝買ってすぐに食べるという習慣があります。はい、これもいるでしょ。白ビールです。朝ごはんに白ビールです。ガンツスカーナバイスビア。ちなみに1本で 1.09 ユーロ。はい、ということで買い物終了しました。めっちゃ重たいよ、タカちゃん。ちなみにここにも買ってるし、レナも持ってるし、だから3日ぶりの買い物だから。まだまず、マックです。ミスもマックにトップ白ソーセージはお湯で茹でていきます。パンを切っております。ドイツには自宅にパン切りマシーンがあります。普通だよ。日本にはあんまない。あんまない、見たことない、ね、お、出来上がりました。白ソーセージ爆発した？爆発した、うん、いつも爆発しちゃうね、うん。ということでパパが白ビールを入れてくれます。オープナーがないからフォークちなみに私は未だに白ビールが完璧に入れられませんね。意外と難しい。今のやつだったかな。いや、私も説明できないよ。こんな風に入れてください。で、泡、最後はこっちで泡を作って、ここちなみにね、白ビールの泡用の膨らみですふんふん、完璧できました。白ビールです。そう、出します。Guten Appetit. Guten Appetit. これはいろんな食べ方があるんですけど、うん、白ソーセージ。いつもはここに切って、こう一個ずつを食べるということです。これまず皮むくんだよね。はい。分厚い皮がついてるから、これパスって切って、中の身の部分だけを食べる。違う方法は、これをつけて、こう穴から出す。あ、そんな食べ方もあるの。そう、ババリアリ。ツーツー。でも皆さん間違っても皮食べないようにしてください。そう、皮は食べない。口に残ってあんま美味しくないので。フレッシュのプレッツェルが外がカリカリで中がふわっとして、でたくさん塩があるのが特徴。では私は普通に剥きます。うん、ここやってみて。手でもいいし、もうちゃんとやるのであれば本当にフォークとナイフで、うん、いろいろ残らないようにね、うん、皮に。あ、きれいに、きれいに。こんな感じでハーブが練り込まれてて、待ってて、はい、こんな感じでね、ハーブ練り込まれてます。うん、美味しそう。ちょっと手洗ってきますそう
はい、出てきましたね。ということでめちゃくちゃ柔らかいからね、白ビール、白ビールじゃない白ソーセージ、もうビールしか考えてないね。でこのちょっと甘めのマスタードをつけていただきます。ジューサーゼン、うん、おいしいと、それに白ビールを、今日はフランセスカーナワイスビアです。おお、おいしい。もう12時過ぎだから、もう白ソーセージ食べちゃダメだよ、12時まで。伝統的な文化では朝に作ったものを12時まで食べないと腐っちゃう恐れがありましたので、昔は。なのでそういったルールがありました。今はもちろんもう次の日でも食べれるような感じで作られてるんですけど、まあ12時までは食べるべきですよ。やっぱり剥いた方がいいんじゃないそう、全く綺麗に食べれないよちなみにね、このねマスタードが本当にね甘くてね、で白ソーセージがハーブが効いてて、マスタードのその甘さと合って、だからこのマスタードが正しいね。でも日本人からするともうちょっとパリパリしたソーセージが欲しいって思う人はいるかもしれない。本当に柔らかいバイ、白ソーセージに白ビールいかがでしょうか社長。あ、でも青よ。ドイツ人は天才だよ。タカの白ビール飲もうかな。じゃあもう一本下から取ってこようかな、地下にいっぱいありますよ。あ、美味しいよ。これもう一つの伝統的な食べ物だよ、オーバーツタ。バイエルンにしかない、いくつかのチーズがこういったペーストになったもの、プレッツェルと一緒に食べるのが美味しいです。いや、もうバイエルン以外にもドイツにはないよ。すっごい味の濃いチーズなんだけど、プレッツェルがさっぱりしてる、つけすぎじゃないママがすごい顔してたよね、ネギ、そうで玉ねぎ乗っけて食べるのがバイエルンミュンヘン風。うん、うん、ちょっとあれかちょっとあれか。おいしいおいしいチーズ、4、5種類もあるよ今日。オーバッツを含めて6種類よこちらはドイツの朝ごはんの卵です。スタンドがあります。ドイツ人はゆで卵とかじゃなくて半熟卵をこのスタンドに置いて、ちょっと硬くなっちゃった、で上をポコッと切ってスプーンでほじくりながら食べます。これが伝統的なドイツの食べ方。これ意外とね美味しい。プレッツェル食べ終わりましたので、次はアボカドに胡椒と塩って、あとネギ、玉ねぎ、まあ日本でもよく食べるパターンかな。日本でもよく食べるのかな、ね、え、アボカドパンにのっけて塩胡椒パン、皆さん教えてください。アボカドはパンにのっけて食べてますよという人、食べたことない人はぜひ試してください。本当美味しい。いただきます。いただきます。でかでかどうしましたか社長ビールが変なところに入っちゃった。みんな汗大丈夫だよ、別に誰も取らないよ地下にいっぱいまだあるから、そんな急いで飲まなくていいよ。そうだね。次はハムですか。これサラミです。これ生ハムとサラミとキューカンバー、ピクルス、ピクルス、この相性も抜群です。こんな感じで、はい、可愛らしいでしょ。皆さんも試してみてください。うーん、何を盗撮してるなんかタカすごいなんか高級ハムをこんな感じでこうグビ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 食べてるよこのハム本当美味しいよ。バターを塗ってハムを乗せて、まだレナ社長食べれますか。うん、相当朝から食べてますね。これが日本人とドイツ人の違いかもしれない。朝じゃないし、まあ昼だけど、そう昼ご飯だよ。夜ご飯のボリュームより多い分量を食べてますね。昼ご飯代わりで食べてますよ。それはわさびですか。それは、うん、メーレッジ、わさびみたいなスパイシーのドイツ版わさび、うん、本当にちょっとねわさびみたいにツンとくる感じ。一緒だよ この見た目も、なんかこういったルーツみたいなやつ、これとかもつけてもいいよ。こんな感じでこうち
スプラウト、うん、レカ。何を作ってますか？クリームチーズにストロベリージャムじゃなくてラズベリージャムかな、ちょっと酸っぱいチェリージャム、さくらんぼね、うん、これ見て、これがドイツ流デザートパン。だからドイツは最初期みたいに普通のパンを食べて最後こういう風にデザートのパンにして食べる、そうっていうのがドイツ流らしいです。イエス。マーマレード、うん、それも全然ドイツっぽくないけど、私とパパがこのオレンジマーマレードは大好き。レナさん、さっきスーパーで買ったお菓子パンがありますよ。ああ、見て、でかくない？うわ、何これ？シナモンロール？ナッツロール。すごい。レナさんはこれを今から食べるらしいですよ。こんだけ朝ごはん、白ソーセージ、白ビール、普通のハムのパン、チーズのパン、ブレッツェル、菓子パン、全部食べた後にこれをいくらしいです。の、これは明日かな？と言いつつ動画止めた瞬間ね、食べますよ。この女は食べますよ。違います。もう本当にだいぶお腹いっぱいです。お腹がいっぱいなので、この動画はここで終わりにします。ドイツの朝ごはん、いかがでしたでしょうか？楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。